はい、こんにちは、てっちゃんです。超巨大ボスバトルルノーガですね、レベル12です。やってみたいと思います。で、前回とパーティー若干変えております。アリーナですね、アリーナを変えてマーブルンにしております。アリーナも前回の感じで、まあメラ耐性がないのでね、落とされがちなんですね、ダメージがひどくて。なんで、激減持っているマーブルンにしました。マーブルンは意外とメラもありつつイオもあるんで、まあ悪くない。あとはマジックベールですかね、あれをうまく使っていければいけるんじゃないかなと思っているんですが、ちょっと怖いね。試してみるしかない。よし、じゃあ行こうか。どんな感じにしてたっけ前回。こんな感じかなですね。はい、じゃあ行きましょうか。いいね、マーブルね。ここから打てるのも素晴らしい。まあ、最初の方はもうやっぱりアリーナに軍配が上がってしまうと思うんですが、しゃあないね。7000、素晴らしい。マヒャド、絶望。あ、絶望じゃなかったか。ヒャド行けよかったかな。スカット、あとバイキがうまく入ってくれるといいんだけどね。メラゾーマ200。まあいいでしょう、打っときましょうか。だんだんとダメージが上がってくる、素晴らしい。まだいけるね、まだいける。こっちはアイスサードにしようか。1400、まあビビタのもんかな、言ってもね。4000、痛いっつ。どうしましょうか。これは単体でいこうか。うまく借りたいので、どうしようかな。ここにしようか。この子にしようか。はい。で、ここではこれで出てこうですね。はい。いつも通り。で、これはここ出て安らぎ入れましょうか。ここはスカイドラゴンさえ落とせばいいので、シャドウ。シャドウ行こうか。はい。で、倒すことによって次、弱点が出るはずなんで、そこで一気にね、削りたいね。よし、いいぞ。で、ここで多分落とせるという前提で右に少しずつ移動しとこうか。痛い。でも88とかありがたいね、ダメージね。メラゾーニャ、ちょっと出ながら、こっち出ながらね、弱点打っていこう。さあ、いいぞ。15000、素晴らしい。で、これはぶち込む。あ、落とした。じゃあこれはうまく回復しながらいいね。ここだね、安らぐ。いいぞ。で、こっち行ってこれどうしようかな。なんか打ち込む、少し入るね。打とうか。で、こっちの方はグブイッと来といて、この辺陣取るか。この辺弱点出るでし
相方いなくなって寂しくなって弱点をさらけ出すという醜態を晒す。まあまあまあいい流れかもしれないよ。でここでね、まあ打つかこれは。打っ、ああ結構ね移動距離素晴らしいね。でマジックベールも入れていきたい今後のために。まあここは打ちますが、ここは打ちますが、ここまで来てよし、いいね、いいぞ。でこの子もマヒャドでいっときましょうか。いいぞ。でアイスシャード、これかな。あこれもいいね。もっとこっち側にグビッとくるのもいいね。うん、こんな感じかな。ここで打ってみようか。6000、これは渾身炸裂弾、炸裂弾しましょうか。炸裂弾バイキ欲しかった。熱い。で次からはマジックベールでも打っておきましょうか。こういう感じね。ちょっと全員入れなかったのが寂しいですが、で吹雪でここで安らぐ。これがねいい感じ、どっかないかな。これがいいか、あんまりねかぶらないように。でこの子は爆炎でいいんで、爆炎でいいね。こっちの方から打っとうか。うん、でこの子もこっちの方に移動して、こういう感じ。受け付く波動とか、まあ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 いいでしょう。マジックベール、相変わらずマジックベール、いい、これでこれでいい。2発を耐えてもらえば困っちゃうんで4000、悪くないよ。で安らぐ、うん、自分も入りたいけど、まあまあいいね、これで。で絶望1900か、なんかいまいちだな。ここはもうちょっとだな。5000、これも素晴らしい。黒炎ブレス波動、そうだね、この波動のターンを覚えておくといいかもしれないね。毎回これやる必要ないんで、その分攻撃に回った方がいいしね。34、もう弱点出ないのかな。これマヒアドでも打っとく。こっち側行ってマヒアドでも打ちましょうか。23、結構いいね。いやでもいいものは効くんだよね。呪文耐性下げるのも素晴らしい。バイキ欲しい、うん、耐える。あぶねえ、あぶねっす。マジックベールもう一段階。ふぶく。安らぐ。あ、耐えらんないか、次。次耐えらんないね、多分ね。ナイスです。ナイスです。13%、黒煙、うん、10ターン、多分ここで最後になってしまいますね。なんでこれ、あ、ユーロか、ユーロ打とうか。どっち効くかな。じゃあ出て打とうか、これでね。どっちが効くかは分かりませんが、まあ打ちましょう。22、吹雪、
あと6パー、マヒャド、あ、3パー、あーない燃費切れー、あーそう、2、ナイスバイケー、どうだ、1パーかー、炸裂弾1パーか、いやー回収出ろ、あ、おい、おっかおっか、あぶねー、いや、あのベールが良かったのかちょっと分かりませんが、いやいや誰も落とされることなく行けたのはいいってことですよね。トコシエの方位、よっしゃということで、レベル12ですね。ここも1回討伐でなんとか行きました。本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。